はい、こんにちは、アクアプラスです。今回はですね、こちらの桜のラベルのですね、花木桜純米吟醸酒です。こちらね、木桜酒造さんから出しているお酒になります。はい、そしてですね、こちらやや甘口ですね。なので飲みやすいかなと思います。冷やの方で飲むの方がね、いいと思いますね。アルコール度数はね、12度になります。それではね、飲んでみたいと思います。はい、じゃあね、ラベル上、開けます。瓶はね、ピンク。多分ね、日本酒なんで中は白だと、白とか透明だと思います。ちょっと春らしくていい感じ。いきまーす。はい、やっぱり白ですね。はい、それではね、飲んでみたいと思います。匂いもね、ちょっと甘いような匂いがします。すごいね、なんか飲みやすいです。すっきりしてる感じで、ちょっとフルーティーな。これはね、ちょっと女性に案外いいかも。すごい飲みやすいお酒になってますね。美味しいです。